あのね、YouTube 中地チャンネルっていうのを開いたら、そのライブ中になってるから、はい。どうも、皆さんこんばんは、こんにちは。お元気ですか、中地です。まあちょっといろいろコロナなど、まあちょっと落ち着いてきましたけど、こういう状況なので何かできないかと思いまして。急遽僕が川鍋くんにオファーしまして、それを暇人の川鍋くんはすぐ2つ返事で、おい正確ね、すぐ乗ってきてくれたじゃん。忙しいわ忙しい忙しい忙しいよ。忙しかった、まあ、今日はでもそうで、あれでしょ、休みでしょ。はい、こんばんは、こんばんはって、皆さんこんばんは言ってますよ。皆さん見てるんですか、これ。いや、今、6人、今6人。6人いいね。ありがたい、むしろ6人見てくれる。ね、まだ。まあ、僕と鍋は、そうだね、鳥取で1年一緒にやって、まあ、干される時も大体一緒、試合出てる時も大体一緒。で、一緒にクビになってね。戦力外受けてね、一緒の年に辞めたもんね。はい、ねえ、もうこれ今だから本当話せる話ですけどね。うん、クビになってから基礎練やるときマジ笑けましたよね。いやもう本当、鍋の息子のクビになってからの試合前のパパ抱っこしていくじゃん。あん時ガイナーレのフロントの人の方めちゃ睨んでたからね、息子が。パパ首にしやがってっつって。いやいや、違うでしょ。やばいよね。中地さん見て睨んでたんですよ。俺見てて、あ、俺にも睨まれてたよ。俺も首なんだよって言ったんだけど、全然その時通じなかったもんね。それめっちゃ覚えてますよ。覚えてる。まあ今となって笑い話っすよね。いや、ほんとだよね。勝手に二人分用鍋になってたもんな、クビになってから。俺らクビなんだよねとか言いながらやってたもんね、二人で。はい、俺だって、え、クビ、うん、俺が一番最初だったんですよ。最初だったよね、3番からだ。そう、背番号10になったから3番での鍋で、4番いたっけ、秋とか。いや、なかったんじゃないですか。4番であれだ、わかんねえな。4、5いないか。いなくて、うん、クラブハウス戻って、うん、クビなんだけどってなって。いや結構鍋はクビじゃないと思ったけどな。いや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 、しっかりなんかチームのこと考えて。俺もだって、まあ、いやー、まあクビはないかなと思ってましたけど、ね、でしょ。だってチームのためにさ、顔面骨折までするじゃん、1点取るのに。いや確かに、いやもうほんとチームのためのやっててさ、まあ俺もどう、なんか結構俺はあれだったな、平行線だったな。まあでも、まあ結果残してないしきついかなと思って。で鍋が「大した」っつって部屋から出てきたじゃん、はい、今でも忘れないけど。でマジ、はい、って言って、もう鍋ももうあっぱれみたいな顔してて、はいはいはい。でその時に、あ、俺もちょっと鍋がいない来年にちょっと魅力をそのちょっと感じて、はい、だからその強化部長に呼ばれて、吉野くんとか吉野さんとか呼ばれて入っていって、はい、結局まあ来年度ちょっと契約は無理厳しいねって言われたけど、うん、まあその前に鍋が契約ダメっていうのがあったから、ちょっと自分の中での傷口は浅くすんだよね。あれで鍋が「いや大丈夫でした」とかだったら結構寂しかったもんしんない。そうでした。ほんとほんと、鍋15人に増えてる、見てる人。え、15人に、あ、17人に増えた。これ酒飲んだらもっと増えんじゃないですか。いや酒配信中地チャンネルってそういう
ことじゃないですか。まあそうだよ、結局は。全然何でも OK だから。あ、でも、あの、一応これ、後にも残そうと思ってるから。はい。まあ変、ですか、え、うん。それか、部分部分で残すか。まあそこは、鍋の発言次第、俺も。はい。そこは、あの、変なこと言ったら。切り取ってください。そう、変なこと言ったら切ってください。うん。変な歯並びなところはちょっと切り取っとくわ、鍋の。おい、誰がスティッチや。マスクしたいんですけど、調子いいじゃん。調子いいよ。いつも通り。調子いい。こんばんは、こんばんは。みんなこんばんは、言って。ありがたいっすね。うん。鍋のさ、じゃあ、移籍したじゃん。はい。全部で、5チーム行ってると思うんだよね。あれ、なんかフリーズしま、あ、フリーズした、はい、鍋、全部で5チーム行ってると思うんだけど。はい。なんかさ、その、土地土地で、いい子、いい、はい、まあ、チームによっても色違うし、はい、そのお客さん観客サポート、はい、ファンサポーターの人だったりも違うだろうし、はい、なんか一つ一つそのチームのチーム土地柄とかのいいところをちょっと挙げてほしいな。いいところ、うん、悪いところ、悪いところはないでしょ別に。悪いところ挙げるじゃん。いやいや、嘘だ、まあ、まずそう、栃木から。2008年栃木だね。そうですね、1年目一発目、青学卒業、レッツユース青学、うん、栃木ですね。栃木、栃木はオファー、オファー来ていったの夏に。いや、3日間練習参加して、うんうん、その時に、うん、こう、まあ目をつけてもらって、うん、で、大学リーグの後期戦目かなんかに見に来てくれて、うんうん、決まったって感じですよ。なるほど。他はどっか何チームかあったの？他のチームとかも練習参加行って、うん、まあ、ダメだったのと、あとはもう怪我して行けなくて。ああ、なるほど。で、栃木行って。で、栃木、はい。辰徳やってる？やってないっすね。あ、入れ替わり、あ、入れ替わりでもないか。あ、2008か。2008は全然アビスパだね。俺も辰徳もアビスパだわ。はいはい。全然。栃木のイメージは？栃木っすか？うん。いやー、だから、なんていうんですかね、今まで、うん、ファン、サポーターなんていないじゃないですか。うん。それがいきなり現れるわけじゃないですか。うん。なんかすげえ不思議な感じでしたよね。ああ。ラインも書くし、みたいな。栃木だってスタジアムさ、世界近いし、めっちゃいいじゃん。近い、ね、雰囲気あって。で、しかも J2 を目指す、うん。止まった。フリーズしてる。大丈夫ですか？うん。J2 を目指す？え、J3 だった？あの時、いや、J3 ないっすもん。JFL？ JFL っす。栃木は JFL の時だ。そうそうそう。で、そういう年だったからな、力も出てて、フロントも。栃木って雷多いの？え？めっちゃ多いっすよ。あ、そうなんだ。そうっすよ。いや、栃木って雷多いよねって言って、言ってる、うん。見てくださってる人が。ニャロラインさん。ちいな。そうっすよ。雷多いんだ。サポーターがいて、え、でも1年だね、いたのは。そうっす、首っす。でも結構試合出てない？普通に。そうっすね、3分の2はフルで出ましたね。ああ、そう。はい、で、なんで会う？え？一年、きついね。その当時は、うん。なんか周りの人も、いや、なんで1年目でみたいな。うんうんうん。でも試合も、残りの10試合ぐらいですかね、出てないの。うん。ああ、最後そういう風に見えちゃったら、ちょっとそういう、流れになりそうだね。で、クビになって、自分も、いや、なんでって思いましたけど、うん、今考えたら、もうクビになって当たり前でした、ね。うん、あ、そう。もうだって、もうビビってやってましたからね。なんで？いや、だってサポーターがいきなり8000とか、
8000人とか7000人とか入ってうんて、うんうんうん。周りがJ2 から来た人たちばっかしだったんですよ。ああ。小針さんとか、キーうボードの人たんうんうん。ちさんとか、鷲田さんとうん。か、ベテランの人多くて。で、そんな中でこうミスすると、こうなんか、ため息めっちゃ聞こえてくるんですよ、あの人とか。うん。近いもんね。観客席ね。そうです。そう、だからもう、途中からなんていうんですかね、もう怖くて、ボール触りたくなかったですね。試合出るの怖かったです。でもともと下手だったのもあって、そんなんだったから、まあ、それはもうパフォーマンスもめちゃ悪いから、もう今考えたら、いや、それはクビになるよねってパフォーマンスです。もうただ立ってたみたいでも、あげたの？その年にあげたってこと？な。昇格しましたね。あでも正直その時は、ー。うん。あんま嬉しくなかったというか、ああ、最後あんま出てないし。なんだなみたいな、そんな感じでしたね。うん。宇都で、それ宮で、餃子食べたっていう質問が来てます。食いましたよ。それは食うよね。はい。宇都宮なの？宇都宮住んでました。餃子、じゃあ週6ぐらい？そんな食ってないです。食えんの、その歯並びで。おい、めっちゃ詰まるわ。ネギ挟まるんで、ちょっと敬遠してました。ね、その方がいいよ。頼みまおい。す。頼みます。スティッチさおい。やめてもらっていいですか？見てる人で。ん。23人になって、23人に ちおい。ょっとずつ増えてきた。白や。皆さん、こんばんは。で、そっから、ギラバンツ北九州に移籍しまはい。す。はい。ギラバンツは3年、4年？4年っすね。4年いるよね。ギラはい。バンツがサッカー人生でも一番長いんじゃないか？そうっすそうね。だよね。いたチーム、はい。在籍チーム。はい。じゃあギラバンツのいいところ。チームとしても、土地柄としても。土地柄は、うん。なんせね、もう海鮮系うまかったっすね。飯うまかったっす。ええー。はい。で、下関とかも近かったんです、俺住んでたところが。市場とかあって。うんうん。フグ食った？いや、ほんとに、フグ食いましたよ。へぇ。フグ刺身みたいな、こういうのやりました、こう、なんか、フグ鍋はなんちょていっとあれ、骨多くない？うんですか。え？フグ鍋。フ骨グか。鍋？鍋？あ、皮鍋？どっち？おおい、おい、い。違フグ鍋うやん。か。君、フおい、グ鍋皮さ？だけや。いい、調子いいね。調子悪いよ。ね。調子悪い。調子悪い。調子悪いよ。髪増えてますもん。いや、まあ、でしょ？でしょ？髪増えたでしょ？その返し普通ですか？海藻食いまくってるもんだって。毎朝海行って、海からスタートだよ。海藻食うところから。めちゃくちゃ洗ってんじゃん。なんしちゃってる。大丈夫かな？わかんない回です。線がもう、めちゃくちゃ、悪い。ギラバンツのあれ聞いたっけ？ねえ、なんか回聞いたこ線うとまもないいしか、か。サポーターは？サポーターはうん。少なかったっすね。俺らああ、のとまだころスタは。ジアムできる前。全然前っすね。本庄だっけ？本庄っす。はああ。まあ、い。そ練習場が、その文字とか、ああ、文ち字ょっとね。遠いとこ。はい。文字行ったよ、俺、靴下届けに。海沿いでしょ？ああ。はい。文あ字そこだ。で練習が戻った、あ。戻った、くるくる戻った。大丈夫。文字だか中字だかちょっとあんまり分かんなかったけど。絡めてくるね、自 分いに。やいや、そりゃそうでしょ。それで字がついたらいいんでしょ、そうだよ。最後に。そうだよ。今何時？あー、ちょっと、あー、中時26分。ねえ、先輩なんだけど、先輩。あ、すいません。そうっすよね。はい。北九州だから、海でうも連絡取ってる人とか、全然いますね。
お世話になった人とか、よくしてくれてる人は。あ、ほんと。はい。鍋くん、中地、こんばんは、顔が見れて嬉しいです、だって。サポーターの方かな。でも、鍋くん、中地って俺呼び捨てたんだけど。気持ちいい。分かってますよ、サポーターも。よく分かってらっしゃる。いるわ。うん。うん、そっか、デキラマンツなんだっけ。ヒデマンツ、ヒデマンツ、ね、人もいいっすよっていう。人もいいね。そう、サポーター少なかったけど、うん、そうそうそう。でもさ、その当時よりさ、やっぱそのイタチームは気になるじゃん。はいはいはい。サポーターとかやっぱあのスタジアムの影響とかでだいぶ変わったのかな。どういうことですか。人数増えたりさ。はい、まあ、だから今絶対増えてますよ。そうだよね。もう俺らの時めっちゃ少なかったっすもん。ああ、まあ俺もその当時2009いたんだ。じゃあ福岡ダービーしてるじゃん。福岡ダービー、俺アビスパいたもん。本庄で出てます、試合出てるよ。2009年って出てる。え、2000出てますよ。雨の日かなんかであの誰かがバックヘッド決めたでしょ、自殺点で。わかんない。桑原さんか、桑名さんだった。はいはいはい。鈴木純がクロス上げたら、ジャンさんのシュートを頭に当たって記憶なくなるしか覚えてない。しかも全然枠から外れてるのに。マジでそんなあったんだ。じゃあ次いきますね。はい。松本山雅ですね、その次、2013年、はい、まあ山雅1年か、はい、これ J2? J2 です、ね、J2 年目じゃ。あ、J2 2年目、はい。じゃ山雅のいいところ、松本。いやもう、なんせ空気うまいっすね。ああ、そう、はい、へえ。サポーターがすごいです、もう。まあ、ああ、それはなんか誰もが知ってる。もうすごい、すごいよね。はい。スタジアムはいい感じでなるよね。最高ですよね。自分のちゃんととかやっぱ歌ってくれると、鳥肌立ちますもん。歯も何、このここら辺の歯も立ってたわけ。その興奮で。だから。俺と会った時はちょっと斜めぐらいの方向向いてたわけ。おい。本当に。いじりすぎ？本当に。でもさ、え、監督その時反町さん。反町さんですね。反町さんか。なんかその山がやっぱ勢いあって、はい、もちろん J1 行くチームだし強かったんだけどさ、はい、山がでやる時さ。はい、あのアルビンだっけ、はい、あそこでやるとき芝生濡れてないからさ。そうです。あのロングボール蹴るみたいなさ、で俺らなんか繋ぐあれだったから繋がせないみたいなさ、ボールが全然走んない。そうそうそう、だマジでやりづらくて、はい、で観客はサポーターの方たちはあんなすごい声援でさ、みんなチーム勢いづくじゃん、はい、すんごい、あの相手側でテンション上がるけど、すげえやりにくいスタジアムだったな。だって、まあ普通、そんなにチャンスじゃないでしょっていうのも、やっぱりサポーターがすごい盛り上がるから、うん。普通に見えますもんね。ん？やっぱり。なんかもう雰囲気が、うん。もうちょっと前に進んだだけでも、すごい盛り上がるから、うんうんうん。あのチャンスのようかの見えますもんね。うんうん、そうだよね。うわ、すごいっすよ。うん。あ、エディのみんな見に来てる。いいんだよ、みんなサッカーわかんないけど見ててね。あの地元の、はい、あのすごい人気者がいるんだけど。あ、そうなんですか。そう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 、その人気者なんですか。ん？人気者なんですか。いや俺よ全然人気だよ。でしょうね。そうで彼が ED なんだけど、はい、
で、その彼のことを応援してるのをエディっていうのね。はい。そう。で、エディの人たちがいっぱい見に来てくれてる。うん。サッカーわかんないけど見ていいかなって。ってことはもう。うん。サッカーわかんない人見てもいいですけど。でも、大丈夫。エディたちも、あの、ピザラジオに、ああ、はい。そう、あの、もう多分見てるから、多分鍋のことは知ってるんだよね。はい、あの、行く予定だったじゃん。はい。そう、だから鍋のことは知ってると思うから。で、めっちゃ練習したの。嘘つけや。ほんと嘘つけや。絶対舐めてたっしょ。いやいや、舐めてないです。あれ、やっぱ実際 PK はやっぱ緊張するね。俺一回経験したけど。いや、絶対緊張するし、うん、あの、なんていうんですかね。意外とみんないいとこ蹴ってるじゃないですか、あの動画見ましたけど、ちょろっと。あ、見た？過去の。うんうんうん。結構続くじゃん、みたいな。そう。で、地味にちょっと近いから。あ、距離感違うんですかね。多分ちゃんと測ってなかったね、あれ。ちょっと感覚からしたら、ちょっと近いから、入りやすい。いや、ほんとあれですもんね、コロナの、ほんと。うん。今から配信ができましたもん。ちょうど中止になって。ん？中止。あれ、コロナがちょうど入り出した時でしたよね。あ、そう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 。でもあるんじゃねえとか言ってたもんね。2月末でした。そんな感じでした。あ、松田直樹さんと絡みはあったんですか？松田直樹さんはプレーはしたことないんですけど、一緒に。うん。あの、パーソナルトレーナーが一緒で。へぇ。なんで、面識はありましたね。あ、会ったことあんだ。あります。一緒にじゃあ、その、トレーニングしたってこと？もうしてましたね。うーん。あのタイミングさえ合えば。どんな人？いや、もう超かっこいいっすよ。超かっこいい。いやいや、まあ、もう見た目も、いや、見た目はまあ、そう、それはもちろんかっこいいけどさ。もう髪の毛ボッサボサで、うん、なんか武将髭生やして、ダラソンに来るんですけど、うん、めっちゃかっこいいんですよ、オーラが。ああ、まあそうだよね、かっこよかったよね。やっぱ、俺はなんかそんなにね、めっちゃ知ってるわけじゃないですけど、うん、その時ですらなんかこう、なんか愛されキャラなんだなっていうのすごい分かったし。ああああああ、すげえいい人でしたよ。マツさんがだから、マリノスアドになって、うんうん、あの、松本行ったじゃないですか。うん。その時に、これ言っていいか知らないですけど、多分、うん、北九もオファー出してたっぽいんですよね。誰に？松さんに。どこも？北九。あ、北九ね。うん。だから、北九州ってどうなの？みたいな。うんうん。あの、話はされたことあります。あー。すごいじゃん。後継者じゃん。まあでも、あの、うん、3番選んだんですよ、鳥取の時に。ああ、リスペクトがあって。そう、マスさん。そっか、まあそうだよ、なんかあのストイコビッチのあの革靴でシュート決めちゃったじゃん。はい。あの時にストイコビッチ退場になってさ、はい、はい、で、松田さんマリノス側で敵のチームの相手がグランパスの敵の監督なのにさ、レフリーに、いや、それで退場はねえだろみたいな、こんな素晴らしいなんかみたいな感じでさ、言っててさ、だからあの人ぐらいしかさ、そんな発想ないよね。はい。多分普通のやつだったら、おっしゃ、退場したみたいな感覚になると思うけど、でもそれを止めるっていう、あの人の人間性というか、人間力というか、感情はあって表現できるのってすごいですよね。うん、すごいよね。なんかこう、全部表現するじゃないですか、怒ってるのとかも、うん、嬉しい、うん、そういうところはやっぱり、まあ憧れじゃないですけど、すごい人だなっていう、うん、プレイしてなくても分かるみたいな感じです。うんうんうん。中地さん、飲んでいるのは焼酎ですか？いや、僕、レモンサワーですね。
今レモンサワー。これさ、ハタさんっていうのがあるんだけどさ、これハタくんかな。ナベくんも試合中怒って泣いてましたもんね、だって。絶対ハタですよ。ハタ怒ってない。よく泣くよね、ナベ。いやいや。すぐ泣かない。泣き虫だよね、結構。違う。知ってます?パフォーマンスっす。いやいや、練習中泣いてっから。おい、やめてたか、それは。それは。ナベさんも飲みましょうって言ってて。え?ナベさんも飲みましょうって。さん、酒ないからな。山川、じゃあいい?次、パル。じゃあいい。長野、あ、山川聞いたよ、もう。山川聞いた。はい、うん、じゃあ次、じゃあ。パルセーロね。はい。パルセーロのイメージとる、ま、あ、まあ、スタジアムはいいよね。自分たちの時まだあのスタジアムできてない。あ、できてないんだ。うん。でもなんか、毎年で昇格して、うん、あのスタジアムで J2 を迎えようみたいな、確か、うん、あ、計画。鍋の涙でよく泣いてました、もらい泣きしてましたって。作戦通りっすね。俳優?俳優だね。マジ。泣かせてたってよ。サポーターの方が泣いてましたってよく。ありがたいっすね、そうやっていただけると。ねえ。試合中、怒って泣いてたの?畑くんが言ってるけど。怒って、試合中怒って泣いてんの?いや、悔しくて泣くならわかるけど、怒って泣いてたらもうさ。いや、怒って悔しくてみたいな。負けたんすよね、確かにその人。負けた。なるほどね。で、レフリーとかに、もう目の前でハンドとかあったのに取らなかったりとか。うんうん、ああ、結構、まあ、レフリーの、ちょっとここではあんまり言いたく、いや、あれだけど、批判するのはあれだけど、やっぱ、J1 と J2 でレフリーの差もちょっとあるじゃん。俺 J1 行ってないのに分かんないですけど。ああ、まあ J3 もね。なんか、はいはいはい、その、やっぱワールドカップに出れるような審判はやっぱ J1 じゃん。で、多分 J2 とかであんまり吹かないと思うから、はい、審判としての経験もあれだからさ、もうバスケットしてんじゃんって言ったことあるもん。レフリーに。こんなんでさ、バスケットじゃんとか言ってさ。結構呆れることあったけどね。この時はそう、もうめっちゃムカついて。そうだよね。あればっかりや、でもまあ。に、うん、審判に、こう、つっ、こう、食ってかかろうと思って。でもみんなに止められて、これ、畑くんだわ、畑だわ、尊敬する2人のライブは見ますよって、三つ沢で怒って泣いてましたって、三つ沢だってそうっすね、三つ沢で泣いてた、そうっすね、うん、なんか、中地チャンネルってやったら多分開くから、はい、そしたら、あの、質問というか、チャットしてくれてるから。中地チャンネル?うん。今23人。そうそうそう、YouTube。YouTube 知ってる?君。知ってるわ。知ってる?うん。中地チャンネル。うん。カタカナ。うん。いや、ほんとだ。おー、出てる。で、なんかコメントとかも出てる、チャットみたいな。はたさんって出てる、一番下。はたさん。どこで見るんですか、コメントって。チャットってボタンない?チャンネル登録しないとダメ?ん?チャンネル登録しないとダメなんですか、これ。え、知らん。すればいいじゃん。何迷ってんだよ。え?え?しないとダメとか言って。普通にすればいいじゃん。何それ。完全に迷ってますね、これ。できないな。どこに出るの?いや、わかんねえし。なんか、え、ライブってなってるのない?今。はい、ありますよ。それをして、それをしたら、あ、見えねえか。いや、見えねえわ。おい。そしたらコメントとか出てこない?いや、俺には出てこない。チャンネル登録しなくても見れるよって。白し、まず。
絵じゃねえぞ聞こえてるだろ今の絵じゃねえわ。ちょっと考えるわ。チャットポチリだって。チャットポチリ。チャットってボタンない？ボタンのどこにある？チャットってボタンねえの。YouTube アプリで見てるって。アプリじゃない、アプリじゃない。あ、アプリじゃないって。アプリで見ろよ。え、アプリ取んなきゃダメなんですか？アプリねえの、まず。え？ YouTube の。取ってない。ひどいね。え？ひどい。ねえ、君。取ってから始めんの？ひどいよ。もういいや、はい、パルセロの話して。雑だなぁ。アプジンじゃなくてもいけるはずって言ってるけど、何経由で見てるんやろ。何経由で見てる。何経由。ヤフー。ヤフー経由かな。ヤフー経由。はい。どういうことや。まあいいや。ダメ。今ちょっとインストール中だから。うん。パルセロの話して。もう長野はほんとね、もう、あれっすね。なんていうんですかね。俺のせいで昇格できなかったんですよ。ああ。入れ替え戦。まあ、ああ。どこと入れ替え戦？さぬき。うん。そう、木島さんに確か点取られたのかな？あれ？消えちゃってる。あれ？ちょっと待ってね。おい、大丈夫ですよ。喋って。もしもーし。はい。オッケー。大丈夫ですか？うん。映ってますよ、普通に。オッケーオッケー。鍋のせいで昇格できなかったと。そうっすよ。なんで？すごい複雑な、なんかほんと申し訳ないっていう。得点シーン、失点シーンとかの絡んだとか？失点っすね。そっか。これワンバンしたやつを木島さんにちょっとこう入れ替わられて。ああ、木宿うまいもんね。あの人マジで一瞬とか超速いし、シュートうまいし、ドリブルうまいし、一瞬結構狙ってるよね、ダラダラしてるけど。だから1試合目はホームで、0-0 だったんですかね。うん。で、その時結構パフォーマンスも良くて、自分の。やれるやんみたいな。うん。でもやってても正直これいけんのかなみたいな。うん。ワンチャンス狙いだなぐらいの感じで、ちょっと押されてたから。うんうんうん。で、思って、まあ、向こうに行って、うん。ちょっとハーフタイムでいろいろありまして。うん。で、ちょっとこう、メンタルに波があって、自分の中で。うん。そしたら、一瞬ポンってやられたって感じですね。うわ、やっちゃったみたいな。結構気にするタイプだよね、鍋。いやー、そうですね。いや、俺のせいです、みたいな。いや、もう完全あれはもう俺のせいです。あ、そう。もう。いやー、だからそれがあるんで、ちょっともう、長野サポーターの方には申し訳ない気持ちいっぱいですよ。いや、でも、はっきり言ってさ、一回のミスじゃん。はい。まあ、サッカーって、はい、後ろに行けば行くほど責任が重くなるじゃん、はい、キーパーなんて一回ミスしたら点につながるじゃん、はい、ディフェンダーはミスしてもキーパーがいるからワンチャン防げるかもしれないし、はい、フォワードなんてシュートさ、もちろんいっぱいチャンスがあってミスミスミスでも1点取ればいいみたいな、はいはい、だから別に誰が悪いとかどうこうないと思うよね。鍋は責任よく感じるけど、はい、いやでもそこで、うん、まあ責任感が強いからそういうあれになるんだよ、ね、だったら、いや長野ね、だってあっこから J2 上がれてないですからね。長野はいつもなんか惜しいところまで行くっていうイメージだな。だからあの時にもし自分がやっ
ってたら結果が変わってもしかしたら J2 の舞台にいたかもって感じなんですよ、うんうんうん、自分からしたら、うん、チャンスって何回もそう来ないじゃないですか、うん、まあね、サッカーってっ、まあ、プロって何もそうだと思うんですけどその、うん、チャンスとかワンプレーでやっぱ全て変わるじゃないですか、そうだね、うん、だからね、長野は非常に、うん結構、じゃあ思い入れもあるね。そういう面でね。そうっすね。本当に。すいませんでした。すいませんでした。本当に。本当に。うん。まあ、あら。はい、戻った。多分大丈夫。うん。もう、めっちゃ不安定だな。ネットが。なんでだろう。中井さんと一緒っすね。俺の方がもっと不安定だよ。こんな安定してないよ、俺は。調子いいね。やっぱ調子いいよ。調子いいっしょ。はい。じゃあ、最後、鳥取だね。俺と一緒に。こっちかな？いやいや、こっちだと思うよ。まあ、あのね、今、この、ズーム自体があんま良くない。そうなんですか？うん。オッケーオッケー戻ってる。まあ、鳥取は、まあ、鍋、キャプテンやってたし。はい。ちょっと待って、くる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 回ってるわ。やばいね、これ。回線が。くるくるしてますよ。くるくる中。まあいっか、とりあえず続けよっか、うん、話を。そうっすね。うん、鳥取の話が消えちゃうね。消えちゃうね。このままじゃ鳥取の鳥取キャプテンやって、はい、でもなんか未だにはい、サポーターからなんかもらってるイメージはすごいあるけど、鍋のインスタとか見ると、あ、そうっすね、スイカと、スイカだっけ、ね、とかも送ってくれますし、うん、いやそこマジありがたいっすよね、うん、いやそのなんかその関係性築けるって素晴らしいことだよね。ほんとっすか。いやいいと思うな。俺はなんかそのサポーターで本当に一人二人ぐらいはすごい、はい、あまあいるけど、うん、でもなんかすごいじゃん、そうやってつながってられるっていうのは。まあでも地方のチームの良さでもあるんじゃないですか。まあそうだね、うん、やっぱ近いじゃないですか。うん、まあ、ありがたい。そうだよね、引退してるのにね。川鍋さん、熱いキャプテンって言われてるよ。演技っす。いや、鍋はほんと熱いよね。熱苦しかったもんだから。おい。もっとさ、上げてもらっていいですか。いや、でもほんと試合出てる時も出てない時もやっぱ、すごいよなぁと思ったね。年下だけど。本当っすか。うん、真面目だなと思った。いや、下手だから真面目にやんないと。いやいやいや。で、なんか、まあ、俺、なんか外されたりして、鍋が泣いてたりしてたのを見てたけど、気持ちあると思って。おい。です。いや、すごいなと思って。だからなんか、いや、ありましたっけ、その相手なんて。うん、あるよ。決めた時は2人ありましたけどね。ん？切れてた時はありましたけど。まあまあ、切れて泣くパターンだね。ああ、怒りすぎて泣くってやつですか。中地引退してもしつこく応援してますよ、だって。多分、ほら。浜愛だから、多分愛さんだね。横浜の時の。横浜の時っていうか、横浜の時、もうだし、ずっと応援してくれてる方かな。
ほら、いるじゃないですか、やっぱ。今のガイラーレの監督って来たけど、どういうことなんだろう、わかんねえな。リキさん誰知ってんの？高木リキさん。高木リキさん。おー、コーチ。はい。知ってんの？1年目の時のコーチですね。あ、そうなんだ。へぇ。はい。いいの？リキさんめっちゃ優しいですよ。へぇ。コミュニケーションの取り方、すごい上手かったっすよ。まあ若い選手も多かったんで。うん、まあ俺もまあ若い選手多いよね、鳥取は。うん。でもまあ頑張ってほしいね、鳥取にはね。関わったチームとして、なんかもう俺行ってかなり、俺とか、俺は全然だけど、マサルとかさ、クロツ、はい、で、カタちゃん、ヨスケくんも来て、はいはい、でメンツ的には結構 J3 の中でも、いや、そうですよね、名前の売れ方的には結構強い方だったじゃん。いやいや、もう一人忘れてますよ、前田俊介。ああベイちゃんいたわ、ベイちゃんがヤジロベいたわ。ヤジロベ、忘れないでくださいベイちゃんいたね。あ、手振ってくれてありがとう。やっぱ愛さんだった。合ってたわ。まあでもあれで結果出せなかったのはきつかったな。責任というか、もう1年でクビになってしょうがなかったもん、俺は。なるほどね。うん、まあ、責任というか。でもなんか今考えると、2年契約とかしとけばよかったかなって思ったな。まあ俺もパフォーマンス的に結構きつかったけど、はい、テツさんのサッカーも別に批判するわけじゃないし、はい、まあ結果出せなくて、テツさんも、テツさんに呼ばれていったから、まあ出てくるタイミングもテツさんで一緒でいいんだけど、はい、その後に来た監督が多分森岡さんだと思うんだよね。ああ、そうですね。そうそう、だから森岡さんってどんなサッカーするんだろうみたいな、すごい興味あった。だからで、なんか最後もなんか練習とかちょっと、哲さんとはちょっと違うテイストの練習に変わったからさ。はい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 。で、どういう、なるほど、確かに確かに。どういう風になっていくんだろうっていう意味ではすごく興味があって。はいはいはい。でもなんかまあ、そうだね、もうちょっと、前十字も切れてなかったかもしれないし、契約あったら。確かに。好きっすね。ねえ。俺のおかげでタクシーで帰ってるからね、福割から。確かに。確かにじゃねえな。トライアウトで全中できるって。うん、これ、清、け、中地も、なべくんもちゃんとさよなら言えなかったから寂しかったです。まあ、僕はちょっと、いなくなったからね、すぐクビになって、その後のイベント一切参加してないから最低だよね。え、イベントなんてありましたっけ。いやー、なんかそのイヤーエンドパーティーみたいな。もう覚えてないですね、俺も。キヨケイって、これ工藤清和じゃないかな。わかるっしょ、アビスパの監督。違うか、キヨさん、工藤さんってわかるっしょ。ジュビロって言って、アビスパで俺一緒にやってるけど。え、その人見てんすかかな。中地って来たけど、わかんない。キヨ K だけしか書いてないから。てか、クビになった時、うん、まだ続けるつもりでした。いや、なんかちょっとどっちでもよかったかな。やっぱそういう中途半端な気持ちで、やっぱ続けちゃダメなんだと思う。それが結果に、前十字切れたっていう結果で、もうやめなさいっていう。あ、なるほど、ね。多分そんな、もっと気持ち強かったら絶対怪我してないと思う。なるほど。でもまあもちろん、なんかその時に始めたいこともあったからね。はいはい。そう、だから、中途半端な気持ちだったんだろうなと思うな。サッカーの神様見てるかなというか。
うん、俺バリバリ続ける気でしたからね。うん、そうだ、だってオファーあったわけじゃん。いやでも J はなかったっすよ。うん、でもカテゴリー落としたりとかさ。はいはいはい。でももうね、もうそこのなんか、うん、もうパワーが湧いてこなかったっすね。うん、明日のカテゴリーからまあ、こうパワー出してやっていくみたいなのが、うん、まあ家庭もあるしね。そうですね。もうだって限ね、いろ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 限界だったんで、うん、ちょっとまあでも俺はなんかカテゴリー気にしてたけど、はい、今でもなんか俊介とかさ、まえちゃん、はい、カテゴリーまあ落として、はいはい、その沖縄とかでやってたりとかさ、横浜 FC だと高知啓二さんとかさ、はいはいはい、あが栃木とかやってますね。そう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 、やっててやってるけどやっぱ羨ましいもんな。だからなんかカテゴリーこだわってたのもなんかすごいちっちゃいなって思うし、今考えたら全然戻りたいもんね。うん、俺はその J リーガーになるまで結構時間かかったじゃないですか。うん、栃木で JFL で、うん、昇格したけどクビになって、うんうん、みんなは J リーガーになっても俺はなれなくて、うん、で2年目にやっとそれこそギリギリで昇格できたんですかね。うん、そういうで今回は残れたみたいなのあったから、うんうんうん、でやっと J リーガーになれたっていうのがあった。うん、結構 J っていうカテゴリーに、まあ、自分の中で強いこだわりがあったんですよね。うん、J だから自分の中では J 以外はプロじゃないと思ったんだ。うんうんうん、俺もちょっとそれはあるかな、はい、その当時はそういう考えだったな。そうそうそう、なんで、うん、いやじゃあプロじゃないところやってもしょうがないよなっていう思いがあって、うん、まあ引退、うん、しましたかね。まあ俺らの時はまだ選択肢も狭く J2 までしかないしさ。はいはいはい。だからもう選択肢も狭いし、今なんかいろんなチームの各県にビジョンがあるじゃん、 J 目指すとかさ。だからまあそれでなんかもうもちろん盛り上がってるチームもあって、お金もあれそれなりにあるチームもあるだろうから、今の子たちはだからいいよね、すごく。うん、2016年の川辺さんの琉球戦の涙を忘れません。2016年、2016だから、あ2016、え俺もいた時だ。琉球戦の涙は忘れません。琉球アウェイでやった時ボコられたけどね、確か。あれじゃないですか、初めて勝った時じゃないですか、ホームで。そうだっけ。そうそうそう、勝った時か。で俺、だから、その時初先発だったんですよ。うんうんうん。試合出てなかったんだっけ、最初。そうそう、キャンプまで出てて、うん、開幕したら出なくなって、みたいな。うん、そうそう。で、出た試合で勝った。あー、なんか覚えてるわ。暑苦しいやついんなと思ったもん。言っていいっすか？うん。パフォーマンス。パフォーマンス？ちょっと電波悪くてよかった、今。パしか聞こえなかったわ。パフォーマンスだよ、パフォーマンスか。はい、こういう照れ隠ししてますけどね。あ、ホームかなったって。やっぱ、ホームだ。ホームで、初勝利の時だね。琉球に勝ったんだね。確か。横浜から鳥取に応援行って、川辺選手に写真撮ってもらって、中地にサインボールもらって、いい旅だったな、だって。あ、横浜から来てくれてたんだ、じゃあ。終えて、鍋に写真撮ってもらってって。モデルか、君は。うーん、じゃねえし。気持ちは。いや、ほんとね。今でもこの、あの一年の中だけど、
長い、なんか続いてますよね。そうだよね、なんかちょくちょく緊急報告して、そうですね、うん、ちょくちょく会ってみたいな。まあお互い関東に戻ってきたから、はい、会えるっていうのもあるし、まあいろいろ泣きながら電話もらったこともあるしよく泣いてるわやっぱり。ほら、ラーメン悔しくて泣いてたわ、あの時もいやね、あれはやばかったっすよ、うん、本当にかっこよかったですよって鍋。そういえばさ、鍋、さっきも質問があって、はい、その背景、俺がなんか普通で鍋さんカラフルで綺麗みたいな、中地さんも変えないよみたいな言われてたんだけど、はいはい、俺はさっきちょっと一瞬変えたら顔が変な風になるから、はい、もともと変ですけど、まあ、やかましいね君、調子いいね、むくん、何むくんできてる。いやいや、もともとこのむくんでんねん通常やこれが鍋のさ、その背景のですね、香水みたいなのは何なん、これ、何だと思います、これ何、香水、これね、シャンプーなんですよ。あ、シャンプーなんだ。はい、皆さん、うん、インスタンダードってご存知ですかね。インスタ、違う、イースタンダードイースタンダード、はい、ディスクなら知ってる。はい、ディスク、おいおいとかボケんねん、ボケんねんえ、それさ、大きいのは何、はい、横長で、横長とちょっと縦長とあるじゃん。これがシャンプーですね。うんうんうん、あ、シャンプーね。これはね、うん、オイル、ヘアオイル。へぇ、頭皮、ハゲないやつ、ハゲないとかじゃないハゲない、これスカルプだから。あ、そうなんだ。あ、色によって違うんだ。あ、そう、シリーズが3つあって。へぇ、なるほど。これ結構サッカー選手使ってくれてるんですよ。あ、そう。誰、例えば。誰、例えば。竹岡くんとかすごい。マジで？ユート？はい。そうですよ。ユート一緒にやってるわ。あいつそういうの好きそうだもん。はい、シャンプーとかこだわり強そう。あ、フロントアレのフェイスとかも結構多いし。愛さん。愛さん、俺の応援してくれてる愛さん。多分鍋も会ったことあると思うんだけど、横浜のサポーターの方で、はい、私も使ってますって。ありがとうございます。めっちゃくちゃいいシャンプーですって。はい、それ、メーカーなんですけど、美容メーカーで働いてます、うん、ああ、そうね、そうです。ここのイースタンダードっていうところで商品の、はい、でシャンプーを売ってますと、はい、そうです。あの、品です。うん、何、なんて、非売品非売品、美容室専売品って。あ、美容室専売品なんだ。カテゴリーですね。はい、一般はじゃあどうすんの。あ、ちょっと待って、切れた。そうです、カテゴリーとしては。え、一般人は使えないの。はい、一般人はどうしたら手に入んの。だ、美容室で買ってあるんで買ってもらうみたいな。なるほど、はい、で、あとはまあプロモーションの一環として、あの新宿の伊勢丹、うん、あ、伊勢丹にも売ってんだ。はい、うん、地下2階に、うん、伊勢丹のブースがあるんで、うん、ぜひちょっと、あのまだちょっと空いてないんですけど、空いたら、うん、めちゃくちゃゲップしてたわ今。おい、へえ、ユートも使ってるんだ。そこで働いてるんですね。あ、消えた。アイさんの、へえ、あ、じゃあ鍋はその、シャンプーを、はい、売ってるんだね今は。うん、はい。手に入手方法は、あ、伊勢丹で売ってます。伊勢丹で買ってますって。伊勢丹でじゃあ手に入る。新宿？はい。新宿伊勢丹で売ってると、あとは美容室で取り扱ってもらってる美容師さんでがあれば、はい、なるほど。なんで自分はまあ美容室に営業をかけてるって感じですね、うん、うんうんうん。
こんなにいい商品があるんで、取り扱ってみませんかみたいな感じで。うんうんうん。なるほど。まあ、一応、この商品の、詳細というか、このシャンプーを出している会社の、詳細は、この YouTube の概要欄かなにの、はいはいはい、ホームページと、会社のホームページと、Instagram。あ、載ってる。ありがとうございます。あ、そうそう、載せてるから、そこからいけると思うので、ぜひ皆さん、使ってみてほしいですね。あ、いやもう、うん、めっちゃいい、これ。うん。まあ、なんか髪の毛にうるさそうなやつがおすすめしてるからいいんじゃない、はい、遊ばせてますから。遊ばせるよね、すぐ。なんか結構、はい、昔からすんごい刈り上げたりとかさ、ロン毛にしたりとか、パーマ当てたりとかさ、うわ、出たか。やってるよね、髪に結構さ、あの、パルセール上げらんなかったけど、やっぱ髪の毛とか気にしてるよね。あ、あれとかって。時間でそれを考えてたのか。マジくだらねえんだけど、まツーブロかっこいいって。え、ツーブロかっこいいってよ。ほら、小1から応援始めてもう中3になりました。中1から応援してもう中3になりました。小1からか。鍋のことかな。うん、鳥取の、うん、鳥取の子だったら、だってもう6年は経たないでしょ、だってあれから。え？ 9 年だから。まあ、そっか。うん、どこ？鍋の、中3、小1から？え、小1何歳？小1って12歳とか？いや、そいつ中1やん、それ。6から15になったってことは、9年前だ。2011年。ギラバンツだ。うん、ギラバンツの時から美味しい。髪型変わるのでゲイフラ泣かせでした。めっちゃおもろい、めっちゃおもろいわ。ちょっと遊ぶ髪があったんですいません。うるせえわ。マナさん知ってる？マナ富士さんっていう人。マナ富士さん、コメント出してる人。髪型変わるのでゲイフラ泣かせでした。マナ、マナ、富士山。でもあれなんですよ、あの、単発にすると調子悪くなるっていうジンクスがあったんですよ。うん、自分の中で。あ、そう。なんか1年目に言われたことあって、それ単発にしたら、そうそうそう、あかんって。でも確かに言われてみると、あ、ごめん、俺のファンだった。すいません。俺のファンじゃないわ。横浜市のスクール生だった子だ。ええー。もう中3になったって、小1から。自分やん。マジか。2011年って俺、柏レイソルなんだけどな、多分。旗が言ってるもん。スクール生だった子ですよって。旗が。うん、旗まだ見てんだけど、旗、なんかさっき言ってたんだよな。感動する話がありますみたいな。なんか言ってたんだよな。中井さんの話でしょ、いやいや、違うでしょ。俺別に感動させるようなことないもん。旗くんにちょっとこれ、スパイク汚れてんだけどしか言ってないもん。めっちゃ綺麗なやつ。めちゃくちゃ綺麗なのに、旗くんこれ汚いんだけどとか言って。最低っすね、うん、そうだよ。でも、いやいや、どう見ても綺麗でしょみたいに言ってくるから、うん、あいつも結構自信持ってんだなと思って。はい、いや、結構マジで受け止めちゃったらどうしようかなと思ったら、ちゃんとギャグで捉えてたからよかった。中井さん、ほんとふざけてますもんね。いやいや、本気でやつねに。ミーティング前に寝てんの起こしてあげたの俺ぐらいですから。いや、周り普通起こせよっていう。なんでそのまま寝させんだよっていう。ほんと
感謝してほしい。怖いんだから、鉄さん怒ったら。めちゃくちゃいい人だけど、怒ったらマジ怖いから。でも、鉄さん、あれ、演技だよね。何ですか？監督としての。はいはいはい。めちゃくちゃいい人じゃん。はい。で、もちろん、まあ、チームうまくいってなかったからさ、哲さんもいろいろ大変だったろうけど、はい、でもまあぶっちゃけ一回飲みに行ったじゃん。はいはい。一回飲みに行ってるってさ、めちゃくちゃいい人だったじゃん。はいはいはい。でもなんか監督としたらやっぱああいう厳しくなったりとかだから、あれ人って結構演技派というか、でも監督としての立ち位置としては最高だと思うんだよね、うん、あの選手と監督の関係って、はいはい、うん、でなんかあの人のためにって、まあ俺は思えたから、鍋は分かんないけどあんな骨折してヘディングして決めて戻ったらベンチ外っていう当時はね、衝撃でしたね。まあね、あの俺も衝撃だったね。結構スーパーなゴール決めたのに外されちゃったんだと思ったら、結構まあ笑い話にするしかなかったよね。いやほんとっすよね。だって眼底折って、うん、ホッチキスで、そうだよね、の決めて、うん、中でちゃんと飯行きましたもんね。行ったね、大吉行った、大吉焼き鳥屋。もうどうせ折れてるからいいでしょ。もうやべえ顔してきたもんね。ねえ、なかったっすもんね。ああ。よう来たなぁと思って。いや、誘われたら行くで。うん。まあ、そこがやっぱ、俺ら世代だよね。普通来ないもんね。はい。行きます。多分、すごい若いやつだったら、すいません、もう行けないです、だったもん。ああ、まあまあまあ、うん、そうっすね。肌が、中地くんですって。ほら。俺の話なの？俺の話はちょっともうしなくていいけど。じゃあ鍋、俺結構鍋のためにさ質問考えてきたの。はい。ちゃんと経歴も調べて、まあ経歴は知ってたけど、はい、なんかまあ今さみんなその YouTube 始めて、ちょっと待ってね、はい、旗が中地くん夏の試合で三沢で負けてて交代した時にゴール三沢で負けてて交代した時にゴール裏サポーターに向かって謝ってたの隣で見て感動してました、しましたって。試合中に謝っちゃってんだけども、やばくない？あわ、情けないね、恥ずかしいわ。畑くん余計なこと言うなって。じゃあ鍋、はいはいはい、まぁ、あ、ちょっとなんか、いろんな雑、あの、結構、いろんな聞きたいこと持ってきたんだよ、俺。はい。ちょっと、聞いてもいい？はい。ちょっと減らすわ。いろんなの結構入れてんの。はい。この短時間で、よう考えましたね。こんぐらい。いや、それ多いかよくわかんないけど。そりゃまず、あ、でも今鍋が何してるのかっていう質問はちょっとこれ消えたから OK ね。ああ今言ったもんね。で、なんか悔しかったこととかを試合、あ、選手聞きたいな。あの、うん、対戦して、はい、こいつやばいなって思った選手。こいつやばいな。うん、それなんかベスト3だけど、別にベスト3じゃなくて3人あげるとか、別にランク付けしなくてもいいし、かランク付けできんなら3番、うん、3、2、1ってつけれんならつけてほしいかな。やっぱパワーとかすごかったのダビーすごかったですよね。あー確かにダビーね、体入れてキープなんか絶対すんなみたいな、やっぱうん言ってましたもんね。やっぱ
やっぱ迫力すごかったですもんね。あ、なんか結構俺対戦したのダビが覚醒する前ぐらいだったから、うん、で結構あのメンタルが弱いというか結構なよなよしくて。あ、そうなんですか。そう、オラついてたら言い返してくるけど、はい、結構あのプレーが弱くなったりしてたんだよね。へー、その若い時ね。あ、でとんでもねえやつだった。あれですよ、あの当時はあの宮本徹っていう外人キラーがいたんです、うん、ああ、あれはやばい。あれもアギラパンツでやってるってこと。ラビと喧嘩してましたけど、試合中喧嘩するのが仕事っつってたから。やばいよね。リトバルスキーからすごい学んだって言ってましたよ。なんて、え、なんかいろんなことを学んだって言ってました。あ、そう。お前はひどいからね、あいつ。もうそこに特化しすぎて、それはやりすぎだろっていう思う時あったけど、一個上だけど、あいつとか言っちゃった。映像が撮られてるんだったら無理でしょうね。うん。また今度フットサル来てくださいって誰なんだろう、 HH さん。また今度フットサル来てください。もらい泣きしてしまいました。鍋さんのように熱い選手が少ないです。だって鍋のように、やっぱ鍋熱いよね。いや、感情やっぱ出したいっていうか出ちゃうんですよ。ああ、でもそれがなんかいいよ。でもあれはね、あの後輩たちにとってもなんかいいと思うな、俺は。そうなんですかね。うん、なんかプレッシャー良くないと思います。なんか鍋別に威張ってるわけじゃないし、はい、後輩のことを結構気にかけるタイプじゃん。本当ですか。うん、こんな飯はおごってもらったことないけど、俺は。え、飯はごちそうしてもらったことないけど。先輩におごらないでしょ。いやでもなんかやっぱ俺が入った時はやっぱ鍋のリスペクト感はすごかったと思うな。選手たちの若い子ばっかじゃん。はいはいはい、正道だったり稲田だったりさ、はいはいはい、あいつら可愛いやつら、牧人だったりとか、はい、ああいう選手たちがやっぱ鍋さん鍋さんって言って慕ってて、であの鍋が一番常にその何するにも一番一周回りにしても先頭に立ってるような人間がさ、はい、泣くっていうのは、はい、結構なあのイメージだと思うよ。そうなんすかね。うん、まあ、まあ、後にも意味も練習で泣いたのはあれぐらいですよね。まあでもそれだけ熱い気持ちを持ってるやつってなかなかいないじゃん。なんすかね。うん、だからそれぐらいのあいつらがバカじゃなかったらしっかり感じてると思うけどな。でも見た感じ素直な子たちだったから連絡ないっすね。うん、学ぶとこないんじゃない。ほらほら、鍋さんのサインボール今でも飾ってますって。ありがたいっすね、なんか、うん、本当にそういうのは本当にありがたいっすよ。もう鳥取の時の鍋さんのプレーに感動しました。特に長野戦の怪我してもゴール決めてた場面に感動しました。骨折したやつかな。それか。そのまま救急車ですよ。そうだよね、はい、俺あの時早く帰りたくてしょうがなかったのに。え、早く帰りたくてしょうがなかったのにさ、鍋の病院まで行かなきゃいけないっつって一緒の迎えに来たんですよね。そうだよ、足なかった。そうだよ、足なかったからとか言って。いやでも俺結構俺あのゴールは感動というか、マジっすか。あの今でも覚えてるよ、鮮明に。今まで鮮明に覚えてないっす。俺鮮明に覚えてるよ。結構あの倒れながらパーンって結構きつい体勢で当ててファーにヘディング流したんじゃないかな。はいはいはい、そうっすね。で確かに相手に寄せられてて、はい、でもその寄せられてんのが顔面骨折だと思わなかったけど。いやでもあれはほんと魂の一点だったよね。
いい方で。懐かしいですね。うん。やっぱ感動、やっぱ感動するよ。サッカー、スポーツでやっぱ感動を与えることできるって素晴らしいよね。まあ、今その話じゃないですけど、うん、試合出たら給料上がると思ってたじゃないですか。うん。うん、でもそうじゃないっていうのはやっぱ普通にビジネスし始めて思いますよね。さっき、うん、やっぱりファンサポーターのやっぱチケットもそうだし、スポンサーからもらうわけじゃないですか。うんうん。鍋止まっちゃった。止まって聞こえなかったわ。最後の方。ですか。うん。お金って、まあ、ファンサポーターの人のチケット代でもそうだし、うん、スポンサーが出てくるわけじゃないですか。うん、要は、お客を呼べる選手、うん、というかパフォーマンスを出せる選手が給料上がるわけじゃないですか。うん、だから、そこはやっぱ現役の時は履き違えてましたよね。うん、試合出たら、なんていうんですかね、お客を呼べる可能性が上がるだけで、うん、試合出れば給料上がるとか、俺こんだけ出てんだから給料上げてよって言ってたのは、うん、やっぱちょっと違うよなって思いましたよね。まあまあそうだね。結局試合出ても結果出してないからクビになってるじゃん。そうそうそう、うん、まあ だから試合出てなくてもそかりに、お客呼べるんだったら最悪残れるかもしれないじゃないですか、うん、でもそれはなんか俺は好きじゃないかな。ちょっとビジネス感強いな。そういう、うん、うん、でもなんか、ね、そういうやっぱなんていうか実績というか、うん、それも作って人がそうなるわけじゃないですか。うん、まあね。そうそうそう。だからそれはすごい思いますよね。うん。鍋、ちょっと話それたんだけど、はい、なんか他にも選手いる？フェルは上手いと思いました。あ、フェルはやばいよね。一緒にやったけど俺、あいつ相当やばいわ俺、ね、うん、フェルはエスパー、うん、エスパーに行った時に大学生の時も練習試合やってるんですけど、うん、もうその時もやっぱめちゃめちゃドリブル上手かったんですよ。うんうんうん。で、鳥取で一緒にやった時もやっぱキックフェイントとかめちゃうまいし、うまいよね、うん、あれはちょっと別格すぎたな。だから今でも言ったら J1 とかでできんじゃないかなって俺思うもん。技術めっちゃ高いっすよ、ね、やばい。でもなんかフェルはまあちょっと言っていいのかわかんないけど、うん、俺靴下、あ、今僕靴下作ってて、まあサッカー選手や、たくさんの子供たち、サッカー選手を目指す子供たちに5本指の靴下で滑り止めをつけて、今ここになんでないんだよっていう、あの作ってる。まあもちろん鍋も使って買ってくれててね。はい、鍋いいとこ言って。靴、俺の靴下のいいところ。迷うな。迷うなよ。なべゴルフに使ってんでしょ。ゴルフ使ってます、ね。うん。まあもちろんそれはそれで、そこで使え。めっちゃ切れるな。見て。ちょっと待って。ちょっと待ってな。フェルナンジーニはまだまだって。フェルナンジーニはまだまだ。中地のパワフルなプレーが大好きでした。ありがとうございます。ああ、まだまだ現役ですね。ま、うん、フェルナンジーニはまだまだ。フェルやばいよね。そう、まあそれこそまあ靴下の話はまあ一旦あれして、フェルにもまあその時レオナルドとかいたんだけど、うん、そのソックスの営業行ってた時に、はい、フェルと喋っててさ、はい、結構もうその年末だったから
フェル来年も鳥取いるっつったら、やっぱ本人は鳥取すごく好きで海もあって、うん、あやっぱなんかすごやっぱ海気にすんのかなと思ったね、ブラジル人って。うん海あって、で、すごくもう鍋が言ったみたいに子供育てやすいし、うん、で、ほんと大好きな街なんだけど、まあでも、鳥取に入れるかどうかもちょっとまだわからないし、でも個人としては、やっぱりもう一個上、うん、まあ本人の考え的には J2 ならできるって思ってたんじゃないかな。うん、J2 で、まああわよくば J1、まあ J1 までは行ってなかったけど、俺が勧めたんだけど、フェル、おじさんだけど、多分 J1 でも全然できると思うよ、つって。で、うん、やりたいけど、多分オファーないよ、もうおじさんだから、とか言ってて。うん、でもまあ J2 とかだったら、あるんじゃないとか言ったら、まあ J2 でもやりたいけど、もうこの年だからね、つってて、うん。でもまあ鳥取のことは大好きだし、この町を離れるっていうのはちょっと考えにくいけど、とは言ってたよね。靴下のいいところもう一回聞かせてって。靴下のいいとこ、鍋言って。あの、なんだ、最初ってその5本指で、うん、聞こえてますね。聞こえてるよ。聞こえてる。もしもーし。5本指で、滑り止めついてるのなくて。うんうん。俺が現役の時って。うんうんうん、そうだよね。俺も。そう普通の5本指にスプレーをかけて、うん、粘着止めのでやってて、うんうん、だからその5本指に滑り止めついてるやつあったらいいなってずっと思ってたから、俺もそれ作ったきっかけがその通りで全く一緒だから5本指でなおかつその滑り止めついてるって俺はすごい好きですけど、うん、そうなんですよ見つけたわそうでこれ今でも相模原の選手が10試合使ったやつなんだけど、壊れてなくて、うん、未だに。で、まあ、さらに一番の売りというか、足のこの内側なんですよね、うん。内側にも滑り止めついてるんで、それでダブルグリップっていう名前にしてるんですけど、うん、そこはちょっと一番の売りかな。他にはないところ。まあ、生地の形とかでやっぱ、あのテーピングいらないソックスだったりそういうのできてきてるけど、まあいろいろ選手たちに聞いたらやっぱ生地が厚すぎるとかそういうの聞いたらやっぱこの形になったんで、それ柔らかいっすもんね。そうそうそう柔らかくて履きやすいっす。うん、ゴムビットこのメーカーさんとかのやつって結構硬いから履くの大変なんですよ。そう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 。で、スパイクも履けないとか、なんかそういうあれが多かったから、俺のそのヒアリングした中ではそれが多すぎて、うん、これもう全然スパイクすら履けないみたいな感じだったから、うん、まぁ、ちょっともう、そこに特化するより、まぁ、アーチを作って疲れにくいとかさ、土踏まずにアーチ作って、うん、それより一番何より特化するのが生地が薄いところで丈夫っていうところだったから、うんうん、レオはすごいですね。 J3 から J2 や J1 に行ったんですもんね。確かにレオナルドですよね。レオナルドね。いや一緒にやってないもんね。一緒にやってないですけど俺あの遊びに行ったんですよ。うんうん、何年前に？レオが、トップいるとき、うん。で、一緒に飯もフェルとかと一緒に食ったんですけど、うんうん、その時。うん。じゃあ、高青年でしたよ。ああ。俺もその靴下渡したとき、ちょっとしか喋ってないけど、靴下すごくいいっつって、新潟のときね。はい。わざわざ、インスタでメッセージくれたもんね。あ、そうなの？私、白欲しいねって。へぇー。うん。じゃ、100足買うね、あなたって言ったんだけど。100足多いねって言われた。それちょっとやりとりさせてもらいました。作り話ですよ。いや、ほんとほんとほんと。
見せてもいいよ、ちゃんと。あの、ちゃんと動画、あ、動画じゃないわ。メッセージ。そう、汁欲しいねって。そう、でも、嬉しいよね。成功するみたいなことやっぱ言ってましたよ。畑田くん。こっから上に来んだみたいな。畑田くんって知ってる？畑田くん？畑田くん？はい。直樹ね。畑に田んぼの田の人。はい、はい、はい。は元気かなって。直樹元気っすよ。あ、元気？うん。ちょくちょく会いますもん。あ、ほんと？俺知らないけど。質問が来てるから。あれそう、毎年。うん。変えになるよ、選手？あ、そうです。うん。だから、中井さん入れ替わりっすね。入れ替わりかな？そう、畑田さんがわかんない。畑田ね。畑田さんね。うん。そうそうそう。直樹元気っすよ。毎年、うちの子供の誕生日か、うん、実家でやるやつ、来ますからね。うん。あ、鳥取の時での印象に残ったプレーは何ですか？印象に残ったプレー？うん。プレー？うん。プレー、印象？うん。プレーは別にないですけどね。試合はありますよね。うん。印象のことは、じゃあ試合は何？骨折試合。いや、あれはね、記憶にないんで。骨折試合は、長野戦だって。記憶にない。古巣なんだ。そう、古巣ですね。ねえ。山口に昇格された時ですね。鳥取だった。え？どういうこと？最終節で。ああ。山口が勝って昇格決めたんですよ、目の前で。1年、じゃあ俺が来る前の年だ。そうっすね。で、3ヶ月ぐらい離脱してて、でその試合も、ほんと、1週間前に合流して、みたいな。しかも治りきってないけど、強行で出てみたいな感じで、試合出て、で、後半途中でやっぱり、もう痛くてダメで交代して、で負けて、みたいな。そう、その試合はやっぱ、悔しかったね。悔しかったっすね。やっぱ目の前で昇格決められるって。だから最後、その試合がセレモニーで、キャプテンの挨拶あったっすけど、正直言いたくないっすけど、みたいな言いましたもんね。昇格おめでとうございます、みたいな。なるほどね。俺なんか印象に残った試合とかはやっぱあんまない。あの鳥取に対してなんか、俺と鍋がさ、前半で変えられたの知ってる？福島戦かな。覚えてます。野人スタジアムで。あれだけは結構忘れないかな。結構、その野人スタジアムでやるのが初で、で、米子開催だったから結構、その、人も呼んでて、人も呼んで、逆に、米子だから行くっていう人も多くて、例えば馬場ちゃんとか、あの美容師ババちゃん聞こえた？ババちゃんとかさ、あのババちゃんの URL も貼っとけばよかったな。ババちゃん鳥取最高のカリスマ美容師いるんで、なんて店だっけ？レビーズ。レビー？はい。レビン？レビー。レビー。レビーってお店、畑ヶ谷みたいな場地名じゃなかった？教習所の方だよね。そうです。あっちの方でレビーっていう店やってるので、皆さん、あの、鳥取の方いたらぜひ行ってください。ちなみに、扱ってもらってます。あ、ほんと？はい。いいスタンダード置いてありますよ。じゃあ今も関係続いてんだね。もう続いてますよ。連絡取ってますよ。
そう、まあそういう人たちが見に来てくれる中で前半43分ぐらいで交代なんて過去初めてだからね。前半持たなかったっていう。そうでしたっけ？え？うん、多分前半43分ぐらいで変えられたんじゃないかな。もう2-0とかなってて。俺と初めてですよ。俺と鍋変えられて。もう俺も明らかに全然動けなくて。俺初めてあんな動けなかったの。で相手はめちゃくちゃ勢いある。でまあ俺は先輩だなって思ってたからしょうがないけど、それで鍋が一緒に先輩になってまあ大体そういう時一緒なんだよな、俺と鍋。そうっすね。ねえ、俺あの時初めてミックスゾーントーナーで帰りましたもん。ああ、すごい覚えてるよ。わかるわかる。もうなんか、外いたもんね。意味わかんない場所にいたじゃん。まあ、あの時はね。もう速攻シャワー浴びて。うん。俺、何なんだろうな。あの。誰も来る前に、うん、もう、違うルートからバス乗って。うんうん。そうだね。そうそう。うん。覚えてる。誰にも会いたくなって。わかるよ。いや、俺もパフォーマンスうんこすぎてもう、やばかった。今まで一緒にプレイして印象に残ってる選手は、あ、まあ、一緒にプレイして印象に残ってる選手。鳥取での印象に残ったプレイは、やったから、そう、一緒にプレイして、まあ、フェル。まあ、フェルっすね、やっぱり。そこは。まあ、俺と、あの当時だとやっぱフェルがもうやばすぎたじゃん。で、逆に、鳥取以外だと誰？一緒にプレイしてやばかったなっていうの。一緒にプレイしてやばかったの？誰だろうな。誰だろう。やばい。やばい。あ、そう、一芸とかで言ったら、うん。山がで一緒にやった飯田正樹。飯ちゃんはヘディングがマジで強かったっすね。あ、そう。いや、マジ強かったっすよ。へぇ。やっぱあの一芸はすごかったっす、ね。まあ、毎回上がってくるしね。そう。絶対勝つからね。それは、なんかまあ、そうっすね。あとまあ、北九の時は、今、水戸でやってる木村雄二とか。ああ、木村雄二。あいつというか、木村くん、なんか、福岡のイベントで一緒に飲んで、都内でご飯屋さんがあって、俺が行くところがあって、はい、で、そういえば木村くん来てましたよ、みたいな。はいはいはい。あのサッカー選手この間来たんです、木村くんっていう水戸の選手なんですっていうのをお互い知ってて、はいはいはい、でこの間福岡で初めて会って、でもめちゃくちゃいいやつだね。ああ、ユージ。うん、ユージ。そうだから、もうめっちゃうまかったっすね。うまいよね。あずきけとけばまあ取られないっしょみたいな。確かになんか相手でやったことあるけど、そんなイメージ。逆に中井さんは誰が一番あれですか？俺はもうレアンドロ・ドミンゲスがやばすぎて、もう。あ、そうなんですか、ね、あれはちょっとやばいね。一緒にやった仲だったらね。もう、俺だってレイソルの時、レアンドロと酒井が二人でいるセットだったから。はいはいはい。俺、左サイドバックで。紅白戦とかやれば、はい。対戦相手じゃん。はい。俺なんて。はい。俺なんて。俺なんて大差やってじゃん。ああ、レアンドロと今じゃマルセイユがかかってくんだよ。でもまあやっぱすごかったな。レアンドロはマジでもう猛ダッシュであいつのドリブルに走ってても追いつかないし。早いんすか？早い。くっそ早いからね。見えないけど、はいはいはい、ボール取れないし。分かったな。フェルの方、フェルは今の方がうまいんだって。あ、そうなんだ。
レドミもまだまだ元気ですね。あいつはでもほんとやばいと思うよ、マジで。誰ですか？レアンドロ・ドミンゲス。あれほんとにやばい。ぶっ壊れてる、あれ。おかしいもん。だってなんか、レアンドロが、あいついつもメガネしてくんの、練習場に。はい。で、喋ってて、なんか伊達なのかなみたいな思うじゃん。はい。で、喋ってて、レアンドロなんでメガネしてんのっつったら、いや、目悪いんだよ、とか言うの。はい。で、じゃあ、コンタクトにしたらつって、いや、コンタクト、コンタクトはいいとか言って。はい。あ、そう、試合中コンタクトなのつったの。はい。してないよ、つって。はい。で、じゃあ、メガネ取って、試合したらボール見えないじゃん、つったら。うん。うん。あんま夜は見えないんだよ、つってた。それであのプレーすんのみたいな。え、とんでもないよ。もう間に合うか間に合わないかみたいなボールを、パッて一瞬見たの。はい。え、そんなん見たら追いつけないじゃんって。うんうん、ここにあるボール、はい。はい。そしたら、きっちり追いついて、ワントラップして、チョンってもう後ろにパーンって、ヒールキックみたいに出したの。はい。とんでもないよね。見えてないんだよ。ナイターで。やばいでしょ、あいつ。うますぎ。そうなんだ。うん。試合の後、挨拶されましたよね。ん？ちょっと待ってな。みんなの質問拾っていくからね。はい。鳥取で印象に残ったプレー聞いたね。今まで印象に残ってる選手聞いたね。試合の後挨拶されましたよねって、どこの質問なんやろうかな。松波さんの時ですね。本当に悔しかったですね。あ、鍋が多分その、山口の時の話だね。はい、山口の時の話だね、これね。はい。サメのパーカー印象的でした。それ中井さんですか？俺だね、これ。うん。シャークパーカー。旗ヶ崎ですね。馬場ちゃんの美容室だ。ああ、レビーさん。うん。フェルは今の方がうまい。生まれ変わっても、サッカー選手。ん？生まれ変わってもサッカー。ん？はい。じゃあ、鍋に、はい。一つ、はい、やっぱ、日本のサッカーの、やっぱ伝授していってほしいわけ。何、どういうことですか？何言ってんすか？酔っ払ってんすか？酔っ払ってるけど。今なんかさ、みんな上げてるじゃん。例えばなんかベストイレブンとかさ、はいはい。YouTube とかさ、インスタとか。はい。はい。ベストイレブンだって別にいらないじゃん。いらないと、うん、別に、番組としては面白いと思うんだけど、はい、俺は、これからプロを目指すような子供たちにも、はい、何か伝えれることをやっていきたいと思ってて。はいはい。で、鍋は、センターバックで、はい、まあもちろん、さっき J1 でやってないとか言ったけど、はい、聞こえてる？はい、そう、J1 でやってないとか言ったけど、J リーグでだってもう200試合近く出てるでしょ？そうそう、200いかないぐらいですかね。うん。やっぱそれはすごい結果だし、普通の人にはない結果だし、まあ俺らの時だってもっと苦しい状況だったから、その中でこれを勝ち抜いてるわけだから、はい、だって今のやつらなんてなんかサッカー選手ですって言ってもお前どこのチーム、はい、ってなるけど、はい、まあ、その時とは違うから、まあ一人のサッカー選手として、はい、なんか奥義じゃないけど、まあ俺だったら左利きで左のキックとか
まあそれはなんか動画とかであげれんだけど、はい、その鍋の一番の強みっていうのはどこかな。センターバックとして、俺はヘディングとかそういうポジショニングだったり、はいはい、駆け引きの部分だったりとかするのかなっていう、はい、思うんだけど、はい、なんかプレーのところ、そうもちろんプレーのところで、なんかこれから例えば今センターバックをやってる子供たちが今このあれを見てたら、まあなんかもちろん別にサイドバックでもセンターバックでもボランチでもいいんだけど、はい、なんかナビが一番これが強みって思ってるところは何かなっていうところを聞きたくて。強み、うん、ヘディング強い、ポジショニングがいい、はい、1対1負けない、うん、あ、もちろん攻撃でも点取れるヘディングでね、あとビルドアップの部分だったりあると思うんだけど、なんか鍋が一つこれは絶対自信持ってるっていうのを挙げてもらって、それの極意的なものがあればなんか子供たちに伝えてほしいなって思うんだけどね。不意なプレー、プレーか、うん、プレー、うん、まあ、プレーっていうか、うん、考えることですかね。ああ、やっぱじゃあポジショニングだったり試合をその準備とかつながると思うんですけど、うんうんうんっていうのもやっぱり自分足が速くなかったし、うん、そのめちゃめちゃごついかって言ったらごつくないし、うん、で、じゃあヘディングも、まあ、そこそこ強かったけど、じゃあめちゃめちゃジャンプが高いかって言ったらそうじゃないし、うん、やった時に、じゃ自分がどうやったら勝っていくんだろうなっていうのは常にこう考えてましたね。うーん、自分が不利にならない状況を絶対作りに行ってました。ああ、なるほど。自分が苦手なシーンにならないように、うん、自分の得意な方に持っていくってことね。そうです。で、自分が一番、まあ一番得意っていうか、うん、自分はどっちかっていうとどっちで構えるよりかはインターセプトを狙いに行くのか、うんうんうん、足元を厳しく行ったりするのがどっちかって得意だったから、うん、それを狙える位置だったりとかはやっぱ常にこう考えてました。なるほどね、はい、言ったらまあ足が遅いしジャンプも高くないってことは、はい、聞こえる？聞こえる？はい、その足が遅くないっていう部分だったりするのは、その足のスピードを活かせないためにどうするか、先回りするか、相手のスピードを消すか、はい、そうでヘディングするのは、まあでもヘディング強いイメージあったから、でもそれでもジャンプ低いんだったら、はい、ヘディングってどうなの？相手より先に飛ぶってこと？相手に先にいいポジションに入るってこと？落下点を早く読むってことですね。ん？あ、落下点を。そう。で、そしたら、うん、俺は両足ジャンプのタイプじゃなくて片足で飛ぶタイプだったんです。うんうんうん。だから、そのボールがここに落ちてくるっていうのを早く読んで、うんうん、助走取りに行かなきゃいけないんですよ。うん。浮いた瞬間に、あ、この辺に落ちてくるっていうのを分かんない。分かるんだ。やっぱり前フォワードとかって、うん、落下地点めちゃめちゃ入るのうまいじゃないですか、飛ばせないようにして、うんうん、そういうのあるから、やっぱり自分はそう飛べるようなポジショニングをすぐに取れるように、やっぱその落下地点読むっていうのはすごい意識してましたね。なるほど。まあもうそれはもう何試合で何千回ってそのあれをやっていかないとわからないよね、経験だね。そこはあとは練習もそうだし、うん、あとはなんか空間認知って言われるじゃないですか、うんうんうん、そうだね。だから空間認知って右脳みたいなちょっと噂を聞いてたんで、うん、それこそ山川の時ですけど、最シーズンの最後ぐらいから左手で飯食おう、へえ、めっちゃストイックやな。右脳ってこう逆じゃないですか、うん、左の方、うん、左で飯食えるようにしたら、なんかヘディング練習しなくてもなんかうまくいくなみたいな。じゃあ、あの、
カードゲームのウノをやればいいんじゃないの。本当どうふざけてますね。養えるしても子供たちにとか言ってる割には、いやいやいや、いや、まあ、極意っていうのは絶対伝えていかなきゃいけないと思うから、まあ俺もあのこれからサッカースクールだったりそういうのやろうと思ってるから、はい、でも鍋は鍋でその考えることが一番大事っていう、はい、あのそれに尽きますよ、うん、多分今絶対身体能力で勝とうって思ってる子供たちばっかりだと思うから、はい、あ俺ダメなん負けてるんだっていう感覚を、はい、持たせてちゃんと考えてこいつに勝つためにはってこう持たせないとダメじゃん、はい、そうだからそれをなかなか伝えるのはやっぱプロな経験者じゃないと伝えらんないからさ、まあそうっすね、うん、まあそれはそのサッカーのまあこうやって喋ってるけどサッカーのちゃんとしたチャンネルにしたいというか、この YouTube やってるのもまあリフティングちょこちょこやって技とかやったけど、はい、まあそこもなんかみんなやってほしいなっていうところと、あとはせっかく俺がサッカー選手だったからこうやって鍋の聞こえる？止まってるよ、聞こえる？あ、今聞こえました、聞こえる？まあせっかくだからこうやって鍋のさ、はい、鍋のそういう何ポジティブなポジティブというかストロングな部分をさ、まあ当時は言えなかったかもしれないけどもう引退したら何とでも言えるし、はいはいはい、まあそういうのを伝えていければいいかなと思って、うーん、うん、であとはなんかもうまあ那須くんとかすごいいっぱい選手、はい、すごい代表選手とかさやってるけど、はいはい、俺そのまあそんな J1 リーガーでもないし、はい、鳥取だったり横浜だったりとか、はい、やっぱ地方の人ってすごいじゃん、うん、応援してくれてさあったかいっすよ、そうそうそう本当にそんなにやっぱレッツとか例えばね比べたら何万人とかじゃないけど、うん、何千人ほんと何百人かもしれないけど、うん、でもそういう人たちの応援が本当温かくてね、はい、それはもう、うん、だからこそなんかそこの選手とのつながりが強いからこそ鍋とかもやっぱ鳥取のサポーターと今でもつながってたりとか、はいはい、まあ長野山がギラバンズ栃木ってさ、はい、言ってるけどやっぱそこの言ってるチームのサポーターが絶対鍋のことは気にしてると思うんだよね。まあ1年しかいなかったかもしれないけど、はい、でもなんかそういうところの選手ああ選手じゃないやサポーターたちに鍋の顔だったりなんか見せていければいいかなと思って、まあ引退してやっぱサッカー界から離れるとなかなかね、うん、何してるか分かんないですね、分かんないよね、はい、だからすごいいい機会かなと思って、みんななんか誰か質問あったらもうもう2時間ぐらいやってることになっちゃうから、まあ鍋もそろそろお開きになっちゃうかもしれないので、質問あれば最後にください。今20人かな、一回30人ぐらいなってたけどね。あ、そうなんですか。うん、なんか質問あれば受け付けます。ないね、ないって。おい
もう川田目に行くことないって。おい冷たいな。いやでもみんなやっぱ鍋の演技に騙されてたね。ですね。感動しました言うて、まんまと。今年昇格したら鳥取に来てください。どういうことですか。昇格したら鳥取が、鳥取だよね多分。あ、鳥取に来てくださいだから鳥取だ。でまだ始まってないからね。あ、鳥取ね。でも意外と行ってるよね鳥取ね。鳥取は去年行けなかった。その前の年は行きましたから、ね、うん。俺も2年前は行ったら、うん、去年行ってないけど。お子さんはサッカー選手になってほしいですか。お子さんサッカー選手、うん、いや別にサッカー選手になってほしいとは思わないですけどね。うん、ただサッカー通していろんなことは学んでほしいなと思います、ね、あ、サッカーやってんの今。でやっぱり、あ、でもね、横浜に引っ越してきて、うん、前はやってたんですけど幼稚園で、うん、でなんか探そうかって言ったらこんな状況になっちゃったんで今やってないんですよ。そうかそうか。まあサッカーでいろいろね感じれる部分はあるからね。めちゃめちゃサッカーいいと思いますよ。うん、やっぱ今これこの年になって思いますよ。うん、そうね、人としてって部分がやっぱ、まあ確かに俺だいぶ学んだよね。え、マジっすか中西さん。うん、挨拶できるようになった。布団畳めるようになった。厳しかったじゃん高校の時とか。さあちゃんと挨拶、まあ挨拶は基本だけど、その布団を畳んで旅館にもう誰もいなかったように帰るみたいな。ありましたね。でしょ、そのちゃんと綺麗にして。でも素晴らしいことだよね。自分もレッツの、うん、あの下部組織で育ったんですけど、うんうん、やっぱりその選手っていうかまずは人としてみたいな、うんうん、そうだね、そこをやっぱりすごい言われてたんです。うん、トップと同じクラブハウスに入るんだから、うんうんうん、やっぱりパッカサポートを見てるからちゃんとしてみたいな、うん、やりもそうだ、今考えてすごいありがたいですよね。あ、そうだね。でもそこブレちゃったらさ、もうサッカーもブレブレになっちゃうよねと思うな。やっぱ共通してるんだなって思うよね。6月に PK チャンピオンシップあるみたいですが、出ますか？ピザラジじゃない？ピザラジのこの間の呼ばれたやつ、6月にあったら出ますかって。はい。出るぞ。100万取りに行きましょう。でも分配金ないよ。え？分配金。何すかそれ。いや、100万取っても、はい。その番組に行くんじゃない？ピザラジオに。うん。だから俺らは全然もらえないよ。それでも行きますか？行く。好きやねー、サッカー。前回出れなかったからね、ピザラジオね。どうすね、俺もなんかその大石さんと加藤さん。はい。の二人に言ってたんだけど。はい。なんか紹介できなかったからさ。はいはいはい。ちょっと次回多分それ回があれば行くと思うから。はいはいはい。ちょっとまた参戦しようよ。なのではい、この川鍋の顔を忘れないでください。このクソパーマで遊んでるような髪型のやつ。お互いの第一印象は。第一印象、俺はその中町から聞いてたから。ああはいはい。町、ね、そうそうそう、はい、町がすごい優等生で、しょうもないイケメンがいますって言ってた。無駄なイケメンがいますって。いやいや、こんなさ、俺中町くんと仲めちゃめちゃいいわけじゃないですか、ね。うんうん、
そう、無駄にイケメンなんすよねっつって言ってたわ。俺はあれですよ、怖そうだなと思ってましたよ。そうかな、怖い、はい、で最初会ったのさ、あのクラブハウスじゃん、マサルと行った時じゃないかな。そう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 、でわざわざ挨拶しに来てくれて、はい、で、あ、間違えてたやつだと思って、無駄にイケメンのやつだと思って。無駄じゃねえ、確かに無駄だなと思って。おい。いや、あとあれだ、ヒゲ濃いなと思ったわ。あ、その時から、はい、はい、じゃねえ、泥棒みたいな人いるなと思った。いや、怖いんじゃないの。怖い泥棒だなってこと。でもやっぱ怖かったっていうか、うん、やっぱりオーラみたいなやっぱ感じますよね、その上のカテゴリーから来る人たちって、ベテランでやっぱ、実績残してる人たち来てるから、うん、それありますよ、やっぱ。もっとリスペクトしてくれる？え、めっちゃしてるじゃん。うそやん。え？うそやん。ちょっと、おでこ広いですけど。ハゲとるやん。最近まえちゃんから電話して元気かって言って電話かかってきたよ。完全先輩と思ってない。うん、あいつね。あいつ会見の時俺の財布からその当時使ってたクレジットカード抜いて払ってるからね、あいつが。すごいでしょあいつ。中西さん、中西さん、次行きましょうっつって、俺タクシーで入れますんでっつって、はい、そのお酒飲みましょうっていう誘いで、あのタクシーで入れますって言って、そこ払ったらもう自分満足してるからね。その後全部払ってるからね。いや、でも自分もそれはもう自分も酔っ払ってて覚えてないから、それは仲良くもねえ、あいつカード俺の持ち歩いてるんじゃないかなっていうぐらい持ち歩いてたからね。かわいいよね、やっぱそういうやつが。そう、あいつ自分で言ってましたもん、うん、俺って可愛がられるんすよね。なんかよくわかんないんですけど、可愛がられてる、ね、めっちゃ可愛いわ。でも俊介もサポーター多いよね、うん、俊介応援する、なんかすんごい子供が俊介の応援してたイメージあるな。キャラいいっすもんね。うん、まあヤジロベだもん、ただのあれ。ほんとあいつダイエットからスタートしますからね。ね、でもやっぱ天才だよね、うまいよね。マジ天才だと思いました。たまに見せるさ、あのフェイントみたいな、何それみたいな。あね、やっぱあれやばいよね、あいつ。あいつはすごかったっすね、うん、そういうところがやっぱ。あれもう間違いなくリバプールいたでしょ、今じゃ。もうあいつ言ってましたよ、ちょっと若い時にチヤホヤされましたわ、うん、でもあれがいいよね、俊介っぽくて愛されますね、うん、なんかもっと性格悪そうになっちゃいそうじゃん、うん、全く性格悪くないからね、ちゃんと自分で受け入れてるとこが可愛いよ。めちゃくちゃうまいけどな。まあ鍋に聞きたいことは聞けたかな。うん。で鍋の今やってることも聞けたし。はい。うん。みんなサポーターたちもサポーターの方たちからね聞けたし。もう飽きたしいいかな。もう中井さんの顔2時間ちょっとお腹いっぱいっすわ、もうちょっと1時間の予定だったんだけどな、結構長引いたね。おっさん2人で、うん。本当に、いや本当びっくりだよ。まあとりあえずじゃあ1回、はい、聞こえる？はい、聞こえます。聞こえる？はい、今日のゲストは、ガイナーレ鳥取で一緒にやった川鍋亮介選手でした。
まあこれは1回目だね。まあお互いちょっと鍋もまだまだ猫かぶってる部分があったんで、また次回鍋にも出てもらいましょう。中地鍋くんありがとうございました。またやってくださいっていう声が多いので、またやってくださいね。中地鍋くんありがとうございました。元気で頑張ってくださいって、ほらやっぱさあ、結果出せなくて申し訳ない1年でもまたコラボ動画やってほしいって。ありがたいですね鍋。じゃあまた、じゃあ来週できる？早いよもうみんなちょっとお腹いっぱいあるんで、もうちょっと置いた方がいい。じゃあさ、鍋さ、あのさ、ちょっとさ、はい、例えばってさ、誰、みんなサポーターの方にちょっともっと早く告知してください。ごめんなさい、ちょっと今日急に決まっちゃったから、もっと早く言えばよかったね。誰か絡んでほしいガイナーレの選手いたらちょっと上げてほしいな。それ鍋と一緒にさ、3人とか4人とか、まあ、4人じゃねえわ、なんかそこをコラボしたいな。黒さんいいんじゃないですか。いや、マセルはいらないでしょ、あれはあれはもうラインのオフサイドに引っかかってる今頃裏走りすぎてあ、やっぱ畑田くんが人気。畑田くんか畑田くんもセットでって。畑田くん出てくれるこのチャンネル。全然出るんじゃないですか。ほんと？あ、畑田くんも参加してほしいなって。やっぱ畑田くん人気すごいな、おい。まあ、だからあいつも、だから何をやってるって多分言ってないんじゃないですかね。あ、前旬が来ました。前旬に一票。俊介いいんじゃないですか。俊介あいつ、出てくれるかな？多分酒飲んだりしたら、すぐ出るけど。でもなんかすごいこと言っちゃいそうだからな、あいつ。ダメっすね、うん、生放送ダメかもしれないね。はい、生放送向きじゃないっすね。そうだね、はい、でもなんかその生の意見を聞きたいけどね。毎春やっぱ働くんが人気だかな。鍋、じゃあちょっと働くんに聞いといてよ。いいっすよ、自分も毎春でって。やっぱ毎春と働くんが2票ずつだわ。それ以外人気ねえな。え、他の選手人気ねえな、畑田くんと毎週って。明日っつってる。いや、明日あげたいよね。明日ちょっと山形辰徳っていう、ああ、はい、うん、山形さん、アビスパの選手とあげようかなって、はいはい、やっぱ畑田くんだ。畑田くんの人気すげえわ。なんなん、何者なのキャプテン。全然す、あ、普通の人、普通の人じゃないけど普通のわかんない。あ、陽介さんね、陽ちゃんね。陽ちゃん肉屋だからね。そう、会いました、肉屋になってから。全然会ってない、全く。俺も会ってないです。俺インスタで知って。鍋、はい、ちょっとトイレ行っていい？いや、トイレ行くんだったらもう終わりにしよう。ちょっと待って、ちょっと一回おしっこさせて。もうダメだ、終わり迎えらんないから、鍋一人で喋ってて。
どうやってコメント見るんだろう。中井さん、これやっぱコメントどうやって見るんすか？見れないの。見方全然わかんないし。まあ、ダウンロードしたの？いや、したっすけど、なんかログインしなきゃいけないみたいに出てきて。ログインしろよ。わかんねえし、ログイン。なべくん、なんか歌ってくださいって。なんか歌ってたの？なんも歌ってねえし。はたくから。はたから LINE で、うん、コメント見れてるんですかって来ました。見れてないよ。なんで見えてないの君は。いやマジわかんないです。ちょっとあれっすね、ちょっと勉強しておきますね。 YouTube 勉強しといて。はい、2000でも毎週人気だ。やっぱ畑田くんがすごい人気。畑田くん大好きっていうコメント来てるもん。めちゃ人気じゃん。あ、切れてるわ。めっちゃ不安定だな。うん、今切れてる。めっちゃ不安定。まあじゃあとりあえず2時間ぐらいやってるし。はい。うん。娘も。多分もう泣いちゃうでしょ。もう発狂してるんだよね。パパいい加減にしてくれっつって。そう。じゃあすいません皆さん、2時間ぐらいかな、2時間ちょいぐらい、お付き合いいただきありがとうございました。そして鳥取の時にお世話になったスティッチくん。おい、誰がスティッチや。歯並びがスティッチみたいになったんで。ほんとさ、コメント見たいんだけど、めっちゃその時どんなみんな反応してんのか。ほんとにほんまやほんまや言ってるからね。おいおい次マスクしてますからね。破れちゃうじゃん、スティッチの歯並び悪すぎて。でよく破けてたじゃん前マスクも。おいおやすみなさい。また待ってますってことで、はい。今日はありがとうございました。またはい、ありがとうございました。こうやって鍋と、まあ僕らはしょっちゅう喋ってますけど、はい。こういうたわいもない会話も、多分これ成立してるかよくわかんないですけど、うん、成立してるかわかんないですけど。スティッチアロハーって言われてんだよ。スティッチアロハーってアロハーしてるね。まあちょっと鍋とはこれまあ初っ端ですけど、まだどっかのタイミングでまあ二人俺と鍋もう関わじゃなく前旬とかね、まあ畑田くんとかやっていければいいかなと思うんで、はい。はい、またぜひ、次はちょっと前もって早めに、告知しますんで。はい。その時は、またよろしくお願いします。はい、そしたら、皆さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。鍋も手振ってな。おい。うぃっす。